ブルースタジアムです。メキシコ対日本、この試合の模様をお送りいたします。メキシコの先発は右のデュラン、対する日本の先発は左の大野、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右のデュラン、マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。まずは1回の表、先頭バッターは柳田。背番号、はい、第9、打った、ファウルボール、ボール、投球これから2球目、打ちました、ファール、追い込んで第3球を投げました、ボール、第4球を投げた、打った、流し打ち、ファールボール、投げた、アウトコース、チェンジアップ外れてボール、第6球を投げた、打ちました、ショート右へのゴロ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番坂本、坂本、背番号6、第9、打ちました、初球打ち、打球は三遊間へ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番村上、村上、背番号55、第9、投げた、外れた、ボール、第2球投げた、変化球ストライク、インコースへ、タイミング合いません。第3球を投げました、アウトコース低め、カーバー外れてボール、投げました、打った、センターフライ、飛距離は出ていません、取りました、これで3アウト。デュラン無難な立ち上がりです。左の大野、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。1回の裏、メキシコ攻撃に入ります。トップバッターは初球を打ちました、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番アブレ、第9、投げました、初球を打った、ショート正面、アウト、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスにはヒメネス、投げました、ストレート見送ってストライク、初球ストライクから、第2球打った、1、2塁間のゴロ、近藤ボールを掴んだ、王取ってアウト、3アウトチェンジ、王今日は無難な立ち上がりです。2回の表、日本攻撃に入ります。先頭バッターは鈴木、第9、投げました、危ない球、投球これから2球目、チェンジアップ見送ってストライク、第3球は打ちました、ファール、第4球はアウトロー、際どい球、ボール、投げた、打ちました、ボールはライナーで右中間へ、ヒット、鈴木いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9、投げた、ストレートはボール、第2球投げた、ストライク、少し迷ったか、第3球を投げた、空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、低め、ボール球打った、1、2塁間へ、2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、ツーアウトランナーなくなりました。山田、背番号1、第9、投げました、初球から打ってった、ショート真正面、アウト、3アウトチェンジ。2回の表が終わって日本無得点で終了です。2回の裏、メキシコ攻撃に入ります。この回のトップバッターはグスマン、投球これから2球目、変化球ストライク、インローへ、第3球を投げました、打ちました、抜けた、
グスマン、ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第2球投げました。空振り。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。投げました。3球目空振り。タイミング合いません。第4球は打った、ライトへ行った、ヒット。ボールは中継。ディアス、いいバッティングを見せました。メキシコ先制のチャンスを迎えます。第2球投げました。フォークボール見送ってストライク。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、完全に外れた、ボール。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチはセーフ。投げた、151キロ直球、空振り三振。リプレイをご覧ください。バッターは7番トレアルバ。投げた、高速スライダー、ボール。投げた、打った、三遊間。二塁送球、二塁セーフ、セーフ、セーフ。アウトです。一塁はアウト。バッターは8番ロサノ。投げました、ストライク。第2球ボール、低め。投球は3球目、投げました、打ちました、スタンドに入りました、ファール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、見送ってボール。第6球を投げました、打ったいい当たりだ、ワンバウンド、ヒット。ライトバックホーム、ホームイン。メキシコ1点先制。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターはピッチャーデュラン。第9投げた、初球見送ってストライク。変化球にキレがあります。さあ次の投球、ボール、アウトコース高め。第3球を投げた、直球決まってストライク。第4球を投げた、ストレートはボール。さあ5球目、打った、ボールはライナーで右中間へ、ヒットになります。メキシコさらに1点追加、2対0。先ほどのプレーです。ツーアウトランナー1塁2塁となりまして、レイエス、今日早くも2回目のバッターボックス。第2球投げた、あっと引っ掛けた、近藤取った、近藤一塁キャンバス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。2回の裏が終わりまして2対0、メキシコまずは先制しています。3回の表2点を追いかけます。日本攻撃に入ります。トップバッターは近藤。第9球チェンジアップはボール。第2球投げた、見送ってストライク。投球は3球目投げました、ストライク。第4球を投げました、流し打ち、どうだ、打球はレフトへ、ヒット。近藤ナイスバッティングです。バッターは8番甲斐。第9球高めいっぱい、ストライク。まずは入れてきました。第2球投げました、見送ってストライク。これで追い込みました。追い込んでから第3球を外角低め、外れてボール。次は4球目投げました、ストレート、空振り三振。三振に仕留めました。バッターはピッチャー大野。第9球投げました、初球バント、ピッチャーの右へ転がした、ピッチャーから一塁送球。ディアス取ってアウト。バッターはトップに帰って柳田。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れ、打ちました、初球打ち、センター前、クリーンヒット。柳田いいバッティングを見せました。メキシコなおもピンチが続きます。初球空振り。一塁へ牽制球を送ります。第2球投げた、打ちました、ショート右への打球。
トレアルバボールを取る、アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。デュラン踏ん張ってランナー2人残塁。3回の表が終わって2対0です。メキシコ、この回は2番からの好打順。先頭バッターはアブレ。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球、変化球ストライク、アウトローへ。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、ストレートはボール。第5球投げた、打ちました。ショートバウンド、ボールを取った。坂本、軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番姫です。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球投げた、ボール。投げました、インロー、ボール。第4球は打った、フラフラっと上がった、山田下がっていった、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは4番グスマン。第9球投げました、インコース低め、ツーシームは外れてボール。さあ次の投球、投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、見送ってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました、危ない球。さあ5球目、ボール。第6球を投げた、打った、左中間へのフライですが取ってアウト、スリーアウトチェンジ。メキシコ三者凡退に打ち取られました。3回まで終了しまして2対0です。ゲームは中盤戦に入ります。この回の先頭バッターは村上。第1打席はセンターフライに倒れています。投げた、ボール。投球これから2球目、決まってストライク。投球は3球目、投げた、ストライク。追い込んで第4球を投げた、打ちました、ファールボール。第5球投げた、打ちました、左中間へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番鈴木。これが2度目のバッターボックス。第1球打ちました、これはセカンド真正面、ディアス掴んだ、セカンドから1塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番吉田。今日2度目のバッターボックス。投げました、打ちました、ファール。第2球低め際どい、ボール。投げました、内角低め見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球は引っ張った、アウト。グスマンうまくさばいています。スリーアウトチェンジ。デュラン3人でピシャリと抑えています。4回の表が終わって2対0です。4回の裏、メキシコ攻撃に入ります。この回のトップバッターはディアス。第2球ボール。第3球ストレイク、少し迷ったか。第4球を投げました、打ちました、センター前に出る、余裕があります。取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番エナオ。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。さあ次の投球、投げました、打った、センターへの打球掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは7番トレアルバ。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。初球空振りから第2球打ちました、左中間のフライ、レフト前に出る、掴んで、これで3アウトになります。メキシコわずか3人で攻撃が終わりました。4回の裏が終わりまして2対0です。5回の表、2点を追いかけます。日本攻撃に入ります。
トップバッターは山田。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。メキシコ、ここは引っ張りに警戒します。第2球投げました。打った。トレアルバ、ボールを掴んだ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番近藤。これが2度目のバッターボックス。低め、カットボール外れてボール。第2球投げた。流し打ち、ファールボール。打った。流し打ち、一塁へ送る。ヒメネス、軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番甲斐。今日の第1打席はスイングアウト。初球を打ちました。取って、これで3アウト、チェンジ。デュラン、この回ピシャッと3人で抑えています。5回の表が終わって2対0です。5回の裏、メキシコ攻撃に入ります。この回の先頭バッターはロサノ。第2球投げた。アウトロー、外れてボール。第3球を投げた。3球目ストライク。第4球を投げた。打った。右中間へのフライですが、ライト前進、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャーデュラン。第1球打ちました。第2球投げた。打ちました。ファール。第3球を投げました。150キロ直球、空振り三振。デュラン、遠洋にやられてしまいました。初球はストライク、キレのある変化球。1球目ストライクから。第2球ツーシームはボール。第3球を投げました。インハイ、際どい球、ボール。投げました。打ちました。これはヒットになります。レイエス、ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。投げました。決まった。ストライク、いきなり151キロ。第2球投げました。流し打ち、どうだ。取りました。これで3アウト。一塁ランナーレイエス、残塁に終わりました。5回の裏が終わりまして2対0です。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターはピッチャー大野。投げた。チェンジアップはボール。まずは低め投げた。2球目空振り。投げた。内角低めいっぱい、ストライク。次は4球目投げた。流し打ち、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って柳田。第1球投げた。アウトコース高め、ボール。第2球投げました。ストライク。第3球を投げました。3球目ストライク、追い込んでいます。次は4球目投げました。打った。痛烈な当たり、ダイレクトフェンスに当たった。ボールは中継。柳田、いいバッティングを見せました。バッターは2番坂本。今日はサードゴロとショートゴロ。インロー、際どい球、ボール。第2球投げました。カーブはボール。第3球を投げました。決まってストライク。第4球は打った。セカンド真正面、一塁送球、アウト。メキシコ、なおもピンチが続きます。バッターは3番村上。今日はセンターフライとレフトフライ。初球はチェンジアップ、空振り。タイミング合いません。第2球打ちました。三遊間の打球、サードから一塁送球、アウト。スリーアウト、チェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。日本三塁残塁、6回の表が終わって2対0です。メキシコ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは初球を打った。左中間へのフライですが、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは4番グスマン。
投げた、危ない球。第2球打ちました。ショート左横のフライになりました。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番ディアス。第9投げた、初球フォークボール空振り、タイミング合いません。さあ次の投球、投げた、打ちました。ファーストの左、ベースカバーに入る、を取ってアウト、スリーアウトチェンジ。メキシコ結局三者凡退、無得点に終わっています。6回の裏が終わりまして2対0です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回のトップバッターは鈴木。投げた、ストレート決まってストライク、思い切って振っていきました。投球これから2球目、打った、右中間へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番吉田。今日はセカンドへの併殺だと、ファーストゴロ、投げた、ストライク。第2球打ちました、破った、吉田いいバッティングを見せました。右バッターボックスは山田、これが3度目のバッターボックス。第9投げました、チェンジアップ見送ってストライク。さあ次の投球、外の球空振り、これで追い込みました。投球は3球目、投げました、一つ外してボール、投げました、打ちました、引っ掛けた、トレアルバ取った、アウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。バッターは7番近藤。第9初球決まってストライク、まずは決めてきました。初球ストライクから打ちました、あっとバットが折れた、トレアルバボールを取る、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。日本セカンドランナー残塁、7回の表が終わって2対0です。7回の裏、メキシコラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターはエナオ、今日は三振とセンターフライ。第2球投げました、打ちました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスにはトレアルバ、今日はショートゴロとレフトフライ、初球から打ってった、村上掴んだ、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番ロサノ、今日3打席目ボール。第2球投げました、内角高め見送ってストライク。投球はこれから3球目、打った、1、2塁間への当たり、近藤ボールを掴んだ、1塁へ送る、を取ってアウト、3アウトチェンジ。メキシコ結局この回3人で攻撃が終わっています。7回までが終了しまして2対0です。8回の表、日本攻撃に入ります。この回の先頭バッターは甲斐、今日は三振とセカンドフライ。第2球打ちました、ライトへのフライだ、ライト前、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。代打は菊池。第9球打った、初球打ち、ボールはライナーです、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。打順をトップに帰って柳田。第9投げた、打った、当たり損ない、ヒメネス取った、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。デュランこの回きっちりと3人で抑えています。8回の表が終わって2対0です。オール降板、ここでマウンドに上がったのは伊藤、今日2番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。投げた、スライダー見送ってストライク。第2球投げた、スローカーブボール。第3球を投げた、3球目ストライク。次が4球目、投げた、150キロ直球、空振り三振。バッターはトップに帰ってレイエス、ストライク、まずは見送りました。1球目ストライクからボール。第3球を投げました、外角高め、ストレートは外れてボール。第4球を投げました、縦のスライダーボール、アウトコースへ。
次は5球目打ちました。ファールボール。第6球はインコース低め見逃し三振。バッターは2番アブレウ。これが4度目のバッターボックス。打ちました。ファール。第2球投げました。ボール。投球はこれから3球目。ボール。外角高め。次は4球目投げました。打った。引っ張った。ライトの右にボールが上がっている。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。メキシコ三者凡退に倒れました。8回の裏が終わりまして2対0です。さあいよいよ最終回。先頭バッターは坂本。メキシコこのバッターだけは塁に出したくないところ。第2球投げました。外角見送ってストライク。投げた。打ちました。いい当たり。抜けた。坂本ナイスバッティングです。バッターは3番村上。第9投げた。低め外角ストライク。一塁牽制。タッチはセーフ。1球目空振りから見送ってストライク。これで追い込みました。一塁へ一つ牽制球を送りました。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。投げた。打ったに当たりだ。ボールはライナーに右中間へ。ヒット。一塁ランナー二塁を回った。村上ツーベース。メキシコ同点のピンチを迎えます。デュラン降板。そして最後を締めるのはアルフォンソ。ホームランで逆転のピンチで登板です。期待しましょう。注目の投球です。さあこれが試合を決定づける場面となりそうです。インコースいっぱいストライク。まずは入れてきました。第2球2球目ストライク。追い込んでから第3球を危ない球。第4球を投げた。打った。センター前のヒットになります。ボールは中継。日本1点返しました。鈴木タイムリーヒット。メキシコなおもピンチが続きます。日本見事チャンスをものにしました。先ほどのプレーです。ノーアウトランナー1塁3塁となりまして、吉田。ネクストバッターサークルには山田。初球打ち。クリーンヒット。鈴木二塁回った。メキシコ最終回で追いつかれました。吉田タイムリー。メキシコなおもピンチが続きます。同点の場面映像でご覧いただきましょう。さあノーアウトランナー一塁三塁という場面で山田。大きな声援が届いています。投げた。決まってストライク。初球空振りから見送ってボール。第3球を投げました。スラーブ見送ってストライク。第4球はスラーブ空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。さあリプレイです。今日は安打を放っていますバッターの近藤。メキシコここは外野フライも避けたい場面です。第2球投げました。ストレート見送ってストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました。インコース引っ張った。1、2塁間ライナー破っていった。ライトからサードへ。メキシコ土壇場ここで勝ち越されてしまいました。日本貴重な1点。勝ち越しの場面映像でご覧いただきましょう。アルフォンソ降板。マウンド上はビジャレアル。最終回1点ビハインドの場面でマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第1球投げました。ファルチップ。これはしっかりキャッチしていました。第2球投げました。まっすぐ見送ってストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げた。インハイの速球はボール。第4球を投げた。高めボール球打った。三遊間のゴロ。一塁送球アウト。メキシコなおもピンチが続きます。バッターはピッチャー伊藤。第1球投げた。アウトコース高め。直球は外れてボール。第2球ボール。
第3球決まってストライク。第4球はインハイ、空振り。第5球投げた、見逃し三振。9回の表が終わって3対2、メキシコ逆転を許します。メキシコこの回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターはヒメネス。スタンドからはなんとか一本と期待をかける声援が響いています。投げた、スライダーはストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打った、ファウルボール。次は5球目、打った流し打ち、近藤バックしていった、ファール。打ちました、ファウルボール。さあ7球目、空振り三振。低めの変化球にやられました。バッターは4番グスマン。今日はここまで3打数1安打。投げました、2球目ストライク。変化球にキレがあります。投球は3球目、投げました、外角、外れてボール。投げました、流し打ち、どうだ、打球はレフトの左へ、ワンバウンド、ヒット。グスマン一気に二塁へ。グスマンツーベースヒット。メキシコ同点のチャンスを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。伊藤降板、右の山崎、最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。どういった立ち、メキシコ代走投入です。グルジョン二塁に入りました。今日は安打を放っています。バッターのディアス。スタンドからはなんとか長打をと期待をかける声援が響いています。1球目空振りから、これも空振り。第3球流し打ち、ここは大事にボールを取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。高速シンカーはボール。まずはアウトロー、投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、打ちました、ファール。次が4球目、打った流し打ち、山崎取ってアウト、ゲームセット。メキシコ1点差に届かず敗れました。さて本日のヒーローは大野、2失点の好投を見せました。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は3対2、メキシコ1点差で敗れました。勝利投手は伊藤、敗戦投手はアルフォンソ、そして西武は山崎。メキシコ残念ながらあと1本が出ませんでした。気持ちを切り替えて次のゲームに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、ブルースタジアムよりお伝えいたしました。